なんかね、外、広島の外、風が強すぎて、どうしたことかってぐらい、風が強い。台風並み。いやもうめっちゃ恐怖なんかもう押されるぐらい風で押されて進めるぐらい、もはや助さん、ナラブさん、浅香さん、おいでます元気さん、えんちゃん、MJ さん、赤井さんとさん、かわいいギフト、ゆうちゃん猫、矢島さん大好きギフト、よしさん、赤井さんとさん、ナラブさん猫、バオバブさん猫、ありがとうございます。あれ、バレンタインのギフトこれまだあるん？バレンタイン昨日で終わったはずなのにまだあったとは。なんか寒いんか寒くないんか分からん気温なんか寒いけど風が強いだけで寒くはないみたいな、でもなんかぬるいみたいな感じだった今日。そう、ちょっと前めっちゃ寒かった時あったやん。まあ私はその時韓国にいたのであれなんですけど、東京が大雪やった日とかあったのにさ、今日みたいななんかぬるい2月だとは思えない。カヌレを買ったよね。なんか甘いもの、食後のデザート、夜は寿司を食べました。アリちゃんと
春、私の誕生日すらまだ来ていないというのに春。いいけどね、春上着なしで出かけれるぐらいの時期一番好きやけん、いいけど。良いけども、まずは誕生日を迎えないと。そう、インスタ投稿したんですよ。インスタ投稿しました。カヌレ、甘いものがいっぱいある甘いものがいっぱいあります。ストゥーちゃん何県のアイドル、考えてみてください。さ、瀬戸内って言った、今 STU って言った、 STU って言ってないよね今。瀬戸内は 何県のアイドルって言ったよねバカじゃんあれ STU って言った、ちょっと自分が何て言ったか分からんくなるときたまにある。よしたくさん、あさちさん、ならぶさん、めっちゃ可愛い、ゆうと、ありがとうございます。みんなも聞いてなかったかな、みんなも聞いていなかったのではないですかね。先に答えを言ってしまうパターンのやつ。ストゥチって言った？ストゥチって言いました？でも自分でもセドトウチって言った気がする。そう、インスタ載せたモノトーンな福岡のカフェに友達と行きました。そう、本当は載せたいやつとちょっと時間的に、なんていうの、時系列的には前後してます。系統の問題で、系統問題で前後してます。まあみんなには分からないからね、どの時のが先とか。今日はね、じゃがりこの
バタチー味ってやつが出とったんや。バターとチーズの2つの味が1つにっていう。食べた。なんか甘く感じた。この2つが掛け合わさるとなんか甘く感じたんですよ。洋服で昨日だと思ってた。昨日じゃない、なんか服とかそういうので日付を予想しないでくださいやめてください。そういうのが私が、そういうのは私が嫌いなやつです嫌いなやつ、人のやつじゃなくて、人って意味の嫌いなやつじゃなくて、あの詮索しないでって方の嫌いな出来事出来事、しかも普通に昨日じゃないし、うちの子のワンコの誕生日にお出かけしたりしませんよ。昨日はあのクッキーを作るからあのリボンの服を着ただけで、分かったような気になるんじゃないあ、ちょっと待って、メール送るんや、メール送ってるん、時間ないのにことは全て分かったような気になるんじゃない。チー、あ、チーズ、チーズ、チーズの略でチージャガバター味とチーズ味があるじゃん、じゃがりこには。その2つが混ざったらしい。なんか書くことあったかな。いいや、 OK です20世紀ともちゃん猫スマイルさん、赤井さんとさん猫、ありがとうございます。そう、でも今の時期は梅味がやっぱいろんなお菓子梅味が出てるけん美味しい。あれペン、これもカスカス、もしかしてだけど、
昨日のクッキー誰かにあげたって。もうお母さんとお姉ちゃんは食べましたけど、昨日あったんで。お姉ちゃん食べてないか。いや食べた食べた。というかね、味もねしっかり美味しかったよ。あそう昨日乗せたけど、味もマジでちゃんとしっかりクッキーって感じでした。美味しくできました。アリちゃんにあげた。アリちゃんとアリちゃんのパパにあげました。アリちゃんに、ミネウシ父ちゃん、3人で焼肉に行った仲なのでね、アリちゃんとアリちゃんのパパに。そうで、しかもなんかアリちゃんが昨日今日仕事で一緒になるっていうのを分かった瞬間、アリさんの分のクッキーあるって言ってきて、そう、なんか手作りってさ、なんかあげるかあげんか悩むじゃん。別に なんていうの悩むんよ。欲しいタイプなのか欲しくないタイプなのか分からんけんさ、そういうのって。やけんまあ別に誰にも、しかも福岡で作っとるけんさ、わざわざ広島持ってきてまであげんでいいかなと思っとったけど、アリちゃん言ってきたのでアリちゃんにあげて、あとはもう一人にもあげたけど、それはメールに送りました。なのでメールがもうそろそろ届くと思うので今は言いません。別にそんなもったいぶるようなあれではないけど、メールに書いたので言いません。マブダチにはなってないよ、別にアリちゃんのパパと。なってないけど、ちょっとあげてみました。アリちゃんのママに嫉妬されたらどうしよう。焼肉も行ってチョコもあげるなんて。ゆうちゃん、昨日はありがとうでした。昨日はありがとうでした。ハッピーバレンタイン。嫉妬されたら困っちゃいますね。やばいです。アリちゃんのパパとマブダチになっていたらそれは面白すぎる。マブダチには慣れてません。まだそんな会ってないんで、そんな会ったことないんで。そう、アリちゃん、アリちゃんと今度峰吉田キッチン配信、峰吉田クッキング配信しようよっていう話した。いいよやろうとか言っとったけど、多分あれは実現しないです。実現しなさそう。
アリサがなんだっけ、フォンダンショコラ作ったただの蒸しパンになったよって言っとった。カフェで売れるよって言われた。そう、なんかアリちゃんのインスタにもあのリボンクッキーとか犬のクッキーがよく出てきよったらしくて、そうやけんインスタに出てくるやつをサラフィが作っとると思ったって言っとった。赤色サンタさんありがとうでした。ありがとうでした。そう、でもなんか久々にお菓子作ってやっぱ楽しいなと思った。お菓子作るの、カヌレにする。自分用に持って帰ってこんかったよね、あのクッキー。持って帰ってくればよかった。カヌレ、これは手作りではありません。なんか焦げて見える。なんてんす問われるよね。しかも昨日のやつに関しては本当にセンス問われる系のもの。なんか普通に型に流すケーキとかやったらさ、別に形にセンスとかないじゃん。のは人によって変わる形とかは点数が問われちゃうって感じ。マカロンはね作ってみたいけど難しいんでね、結構ハードル高い。カヌレもね、あのバニラをバニラビーンズそぐとこから始まるのはちょっとめんどくさい。でもどうせなら、まあ見た目も可愛いものを作りたい。そういう感じでね、サラは。高校生の頃とか特に。理由があるわけでもなく、休みの日家によって、なんか暇だなぁ、作ろうとかやっとった。おうちカフェできちゃいますね。スペイでこの前やったフォンダンショコラは本当に簡単やったけん、なんかもうガチで時間をかけて作るやつやりたい。
昨日ぐらいの時間を開けてしっかりガチで作るやつをやりたい。ガチガチお菓子作りやりたい。でも昨日クッキーが時間かかったのはサラが材料をちゃんと用意せずに始めたよ。そう、始めてからいろいろやり始めたのと、あとまあまあゆっくりやったじゃん。しかも一気に生地を絞って一気に冷やしてとかやったらよかったけど、割とバラバラとやったけん2時間以上かかったけど、そんなにあの感じでやらんければ全然もっとせっせと作れますの配信してなかったらもっとせっせっせのせーって部屋作るけど、でも喋ったりなんたりしながら、ね、割とのんびり作ったので、売ってほしい、買ってくれますかでもね、思った、なんかカフェであれよりもうちょっと大きめのサイズのクッキーこれぐらいで焼いたらさ、あれか500円ぐらいで売られとると思ったら、まあ私はカフェはそれを食べたいっていうよりはもうその空間と食べて一緒にいた人と喋りながらっていうの全てを含めて好きで言ってるんでいいんですけど、ちょっとカフェ開きたくなっちゃいますね。クッキー販売クッキー販売やばいですね。サラカフェ、それはもう卒業してからするんじゃない、するしかないんじゃないかな。するとしたらなんかアイドル兼アパレルブランドとか聞いたことあるけどさ、アイドル兼カフェ
あんま聞いたことないですね。第一人者、確かに、確かにね。それはそうですね。でも本当に、でも最近よ、そのカフェ系側やりたいと思ったの。今までは普通にもう自分が行くのが好きなだけで、それ以外なと思ってなかったけど、そうやってメンバーとかみんなに そうやって言われて、確かにな、やる側ありだなってそう思うようになっているというね。それやれるならやりますよって感じ。それやれるんだったらやりますともっていう。調理師免許はやっぱいるんかな まあでも作るの、確かにね、作るの。それはもう超コンパクトにね、超コンパクトにやるしかない。一人で全部 アイドル休みの日、 STU の仕事が休みの日にやる。営業すると思っていたのにレッスンが入ったので今日はお休みです みたいな。レッスンが入ってしまったため本日は定休日となります、みたいな。そう、私がいない時はやらない。確かにコンサート前とかはもうずっと休業だし。そうだね。調べよう、ちょっと いやそんなやれるわけ、そんな簡単にやれるわけじゃないんで、そのやろうと思って今調べるわけではないですけど、ちょっと調べてみますね今。カフェを開業するのに必要な資格と申請。カフェ開業を決めたら、食品衛生責任者の資格を取得すること。食品衛生責任者とは、カフェに限らず飲食店を開業するならば必ず取得しなくてはならないらしいです。この資格は保健所に店舗の営業許可申請をする際に必要となります。1、2ヶ月先まで講習が満席になっていることも多いので、早めに申し込みを済ませておきましょう。じゃあちょっとサラカフェは始められても、まあ最短で始められても5月 4月5月かなとかって。
パンなどをパンやお菓子のテイクアウトなどを中心として開業する場合には菓子製造業許可申請が必要となります。厨房を工場のように密室にするための工事をしなくてはなりません。あ、なるほどね。通常のカフェとしてパンやお菓子の提供する場合は、あね、あ、通常のカフェとして提供する場合には別にいいらしい。なるほど、よくわかりません。難しいですね。難しいですね。あと、個人でカフェを開業、独立開業するのであれば開業届を提出する必要があります。税務署です。この届出に関しては特に審査などはありません。確定申告時に最高65万円の控除を受けられる青色申告を申しておくといいでしょう。むず。カフェでは特別な資格はなくてもお酒類を提供することができますが、深夜0時以降もお酒の提供を続ける場合には深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が必要になるんだってらしいです。あ、やけんかな、なんか広島でもなんかカフェアルコールがあったりする、なんか何、昼間はカフェで夜はちょっとバーみたいな感じのオシャレ系のカフェはだいたいね、あの23時とか24時前には絶対閉まるんよ。それは深夜酒類提供飲食店営業開始届出を出したくない件なんかな。わからんけど。へえ。どんなカフェを開業するかを決めてから資格の取得を予定しましょう。だって。カフェ系で、へー。カフェの開業を成功させる対策はカフェのコンセプトを固めておく。まあそりゃそうですよね。いい物件を探して開業する。開業までの計画をしっかりと立てる。広告宣伝活動は積極的に。まあそれはね、やっぱインスタがありますから。それはまあインスタという手がありますから。利益率や客単価などを意識する。お客さんは来ていて売り上げが伸びているのに手元にお金が残らない、忙しいのに赤字の月があるといった場合には価格設定と原価を見直してみましょう。へー。カフェオーナー、カフェ経営者の年収はいくらですかっていう質問がある。喫茶店経営者の年収は200万から300万円がボリュームゾーン。カフェの場合はメニューにもよりますが、個人経営であれば200万から500万円ほどと言われています。広島県で喫茶店などの業種が出店できる空き店舗、テナント物件。テナント物件。こんなん出てくるんだね。面白い。ちょっと
空き店舗空き店舗とか出てくるよ。すごいじゃん。おお、なんか良さそうな物件がありますね。いける。あ、厨房がないですね。これは厨房というよりも水道みたいな。へえ、そうかそうか、面白いね。じゃあ広島駅の広島駅の開業に、開業というかリニューアルに合わせて開業する際に最も気になるのが開業資金の総額。全国平均で見ると10席以下の小規模なカフェであれば約700万、27席以上の大きなカフェであれば1360万円ほどが最低でも必要です。なんですって、なんですって。なんですって。資格ね。確かに確かに。なのにさっきの年収、確かに。なん、じゃあ最低でも2年3年ぐらい、2、3年は順風満帆にベリベリナイスな感じでいかないとって感じですねセンターになってバンバン稼がなきゃって。センターだってカフェだって一人映えないでしょ逆に言うと今でもないのに。資格ね。職なんたらアドバイザーみたいなあるよね。職なんたらアドバイザー。普通に知りたいけどね。だってさ、 STU 入るまで塩分でむくむとかっていう言葉も知らなかったし、まずカロリーとかの見方とか、糖質がないとか脂質がないとか炭水化物がないとか、なんかそういうのすらそう分かってなかったので、全くもって、その周りのメンバーが言っとるのとかを聞いて知るみたいな。なんか大人になって資格を取る人が多い理由がわかる。なんか学生の頃はさ、やりたくないじゃんそういうのってなんか極力勉強したくないですみたいな、やらされる、英検とかも受けさせられるみたいなさ、イメージ意見さ、ちょっと大人になるとさ、自分でさ、なんかやってみようかなっていう気持ちになるかもしれない。
アイドル価格、確かにな。船のお水500円で売れてたんだら、私が作ったクッキー500円以上で買ってくれるかな500円以上で買ってもらえる。だって水500ね、ペットボトル500円なら、私が作って手作りで作ったものなら500円以上で買ってくれる。ウケっち。800円って、私はあのペットボトルの水と私の手作りは300円しか変わらないですか。うん、その300円しか変わらないなんて、あの水強すぎだろ。あの水ライバルじゃないか。水に負けるなんて、水と変わらないなんて許せない。あの水を基準にしたら全部高くなっちゃう。一口じゃんって、そんなこと言う人はもう一個も買わせません。出禁です。ともゆきさん、ならぶさん大好き、ヒップー、恋してカープさん、すけさん、モンブランさん、 INZ さん、りょうへいさん、ありがとうございます。あ、韓国で買ったクッキーあるけど、ポッキーだけどさ、ポッキーはね、こういう系が好き。これは韓国で買ったやつじゃない。韓国で買ったやつの流れで日本でも買っちゃった。かトッポが好き。会員制にする。会員制か。私はでも女子とかにも来てほしいので、会員制の人は大
奥のゴージャスな部屋にご案内。おもろい。パス見せたら奥の豪華な席へ。どうぞ。カフェでめっちゃ可愛いケーキとかあるお店すごいなと思うもん。普通のケーキとかじゃなくてめっちゃ可愛いケーキ。センスの塊です。何が大変かって、お菓子ってさ作ってもさもう本当に人にあげるかとかそういうのしかできんじゃん。やっぱり本当に趣味って感じになるよ。これだったら確かにカフェを開業できた人たちは素晴らしいね。趣味が仕事になっているってことだから、ね、そういうのの何がすごいって一個一個が手作りなことが天才。すごいってな。機械製造とかじゃないやん。大阪は結構行けてない。めっちゃ可愛いカフェいっぱいある。大阪って結構多いんよね可愛いの。何このカフェ可愛い、見たことない、行ったことないと思うカフェが出てきた時は大体大阪です。東京はもう結構調べ尽くして知っとるけん。ほうほうほう、あれやけど見たことない可愛いと思うと大体ね大阪なんですよ。
大阪ね、プライベートでは何気に全然行ってない。大阪は大量ですね。めちゃめちゃある。味と雰囲気重視。いや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 、味、まあまあでも味はさ、行ってみらんと分からんけんさ、そのカフェに一番最初はやっぱ見た目というか雰囲気というか、そのカフェがの雰囲気が自分が好きかどうかがそりゃ一番ですよ。で行ってみて食べてみて、ああ違ったなって思ったらもう2回目行くことはないし、でもそれで味も美味しいね、映えだけじゃない味も美味しいカフェやったらリピートする。まあ広島は特にね、そんな東京とかはまあ美味しかったとしても2回目行くよりは違うさ、新規開拓をしたくなるけんあれやけど、広島とかやったら何回もリピートしたりしますね。リピートしたい率、したい率、したい率、難しいね。それはもう私のインスタを見てわかると思います。何回も言っているところとか、率って言われたら難しい。思ってもさ、やっぱ美味しかったなって思ってもそこに行きやすいとかタイミングとかの問題もあるし、美味しかったなって思ったとこでも2回目行ってない、行けてないところもあるし、まあ様々ですね。ともゆきさん、あそこさん、スマイルさん、ありがとうございます。そうそうそう、ヒルトンは言う、そりゃ行きやすいからですよ。多分サラみたいな女子たちがいるような感じの雰囲気だね、落ち着いてる雰囲気ね。そう、どこにターゲットを絞るかですね。カフェをそれに当たって戦略をするとしたら、どの年齢層に絞るかです。
まるで本当にカフェを開業する人かのような話をしてますが、そういうわけではありません。ナラブさん花束ありがとうございます。こんなとこ始まったりする始めれるのは始めるけど今のね、今のご職業があるのでちょっとなかなかね、そう簡単にはいかなさそうです。知りませんけど、しっくりくる確かに散々こんなにもカフェ行ってたもんねってなるよね。みんなも行ってたもんね。ついにカフェを開業したんだねってなりますね。そうですね。と言っているとなんだかんだでこんな時間ではありませんか。それではそろそろランキングをお読みしようかと思います。寒くなってきた。皆さんのね、暑かったり寒かったり結構あれなので、皆様寒暖差注意です。それではランキング見たいと思います。48位ひろちゃん、24位心の困りごと相談室さん、13位めちゃきのこさん、12位おいでます元気さん、11位すけさん、10位スマイルさん、9位あさかさん、8位ともゆきさん、7位20世紀ともちゃん、6位わーわーさん、5位やじうまさん、4位ゆうちゃん、3位ピロシさん、2位赤色サンタさん、1位ならぶさん、ありがとうございました。勉強になりましたって、何のだよ。それでは終わりたいと思います。そんな話題にもなったカフェのインスタ投稿してますので見といてください。見といて、見るだけじゃダメです。いいねコメントしてください。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。グッドバイ。